カイル・クリスチャン・ヘンドリックスは、アメリカが州国カリフォルニア州オレンジ軍、ニューポートビーチ出身のプロ野球選手。ウトをミギウチ。MLB のシカゴ・カブス所属。相性はヘンド2008年の MLB ドラフト39巡目で、ロサンゼルス・エンゼルスから指名されたが、ダートマス大学へ進学した。2011年の MLB ドラフト8巡目で、テキサス・レンジャーズから指名され、 プロ入り。参加の A-9、スポケン・インディアンスで、プロデビュー。リリーフとして20試合に登板して2勝2敗3、セーブ、防御率1.9336奪三振の成績を残した。9月に、A 級フリスコラフライダーズへ昇格し、先発に転向。1試合に登板した。2012年は、 a 級マートルビーチペリカンズでプレーし、20試合に先発登板して5勝8敗、防御率2.82112奪三振の成績を残した。6月にはカロライナリーグのオールスターチームに選出された。2012年7月31日にライアン・デンプスターとのトレードでクリスチャン・ビア・ヌエバと共にシカゴ・カブスへ移籍した。移籍後は a 級トナ・カブスでプレーし、 5試合に登板して1勝0敗、防御率4.241奪三振の成績を残した。2013年はまず AA 級テネシースモーキーズでプレーし、21試合に先発登板して10勝3敗、防御率1.85101奪三振の成績を残した。8月にトリプル A 級アイオワカブスへ昇格。6試合に先発登板して3勝1敗。 防御率2.4827奪三振の成績を残した。2014年1月22日にはカブスの2013年度マイナーリーグ最優秀選手に選ばれた。a a アイオワで開幕を迎え17試合に先発登板。10勝5敗防御率3.5997奪三振の成績で7月10日にカブスとメジャー契約を結んだ。 同日の新シ品シティレッツ戦で先発起用されメジャーデビュー。6回を投げ、5アンダ4失点3死球7奪三振という内容だったが勝ち負けはつかなかった。7月22日のサンディエゴパドレス戦で初勝利。8月は4勝を挙げ、ナリーグのルーキー・オブ・ザ・マンスに選出された。この年は13試合に先発登板し、7勝2敗。 防御率2.46ホイップ1.08という高成績をマーク。シーズンオフのルーキー・オブ・ザ・ヤーの投票では2ポイント獲得し、ナリーグのタイであった。2015年は完全に先発ローテーションに定着し、32試合に登板。5月21日の対サンディエゴ・パドレス戦では、5アンダー7奪三振無四球の回答で、メジャー初完封を記録したが、 シーズン全体では、良い時と悪い時の調子の波が大きかった。また、調子が良くて高騰した試合で、味方打線の援護が得られないケースが頻発したため、防御率3.958勝7敗、ホイップ1.16という成績で勝ち運に恵まれなかった。2016年は前半戦を、防御率2.56の高成績で折り返した。後半戦では、 投球日層の安定感が増し、9月12日の対戦トルイスカージナルス戦では8回までノーヒットピッチングを演じるなど、14試合で防御率1.68を記録した。シーズン通算では31試合に登板し190イニングを投げ、防御率2.1316勝8敗170、脱三振、ホイップ0.98を記録。 同僚のジョン・レスターに0.31の差をつけて、最優秀防御率のタイトルを獲得した。サイヤング賞の投票では、マックス・シャーザー、レスターに次ぐ3位だった。2017年は、開幕から11試合で4勝3敗、防御率4.09と調子が上がらず、6月8日に、右手中指の敬遠によって故障者リスト入りした。7月24日の大使カゴホワイトソックス戦で、 復帰し、それ以後は13試合で、防御率2.19と高騰を見せたが、シーズン通算では24試合先発で7勝5敗、防御率3.03で、規定投球回にも届かなかった。2019年3月26日、4年総額5550万ドルで、契約を延長した。オプションとして2024年シーズンの契約の選択権を球団が所持する。 5月3日のカージナルス戦に81球で勝利し、キャリア初のマダックスを手にした。マダックスを意識していたため、ラッキーだったよ。毎回、早めにコンタクトを取って、早めにアウトを取ろうとしている。こうなったら、見て、やったぞ、って言えるんだよ、とコメントした。2020年7月24日、自身初の開幕投手で、ミルウォーキーブルワーズに対して3安打。 失死球なし、9奪三振、103球の圧巻の投球で完封勝利を記録した。開幕戦での完封勝利は MLB ではクレイトン・カーショー以来7年ぶり、カブスではビル・ボナム以来46年ぶりであった。2021年4月1日のパイレーツとの開幕戦で2年連続2度目の開幕投手を務めた。オーバースローから、 平均88マイルパーワーのシンカーを中心に、決め球である平均81マイルパーワーのチェンジアップ、その他に、平均89マイルパーワーのフォーシーム、平均76マイルパーワーカーブを使用する。速球の最速球速は2014年に93.2マイルパーワーを計測している。ありがとうございます。